皆さんこんにちは、池田しおりです。渡辺です。はい、大人気の寝癖からできるヘアアレンジのコーナー始まりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日は、くるりんぱさえできれば誰でもできる簡単なヘアアレンジですので、うん、はい、この夏ぜひ皆さん可愛くアレンジしてみてください。はい、はい、海もプールの後も OK ですね。 OK です。もうヘアアクセはいらないです。くるりんぱさえできれば可愛く、可愛く仕上がるんですね。はい、仕上がります、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは動画スタート。リーゼのまとめ髪フォームを使っていきます。2プッシュ出します。髪の毛全体につけていきます。耳後ろでサイドとバックを分けます。両サイド分け取ったら低めの位置で髪を結びます。ゴムを少し下にずらしてくるりんぱします。表面の部分をほぐします。ゴムのところもほぐします。両サイドの髪を先ほどくくった上でくるりんぱしていきます。最初にしたくるりんぱの穴の中に髪の毛を入れます。ゴムの横の部分をほぐします。両サイドの手先の髪の毛を2つに分け上に持っていきクロスさせます。その髪の毛を下に持っていきまとめます。一つにして上からゴムで結びます。出てしまっているゴムの部分は下に入れていきます。ゴム隠しの部分も少しほぐしたら完成です。大人気の寝癖からできるヘアアレンジ、皆さんよかったらやってみてください。さよなら。